こんにちは、橋本歯科、橋本です。こちらは、親知らずになります。右の下の一番奥、上から頭の患者さんが、はい、口を開いた状態で私が上から、審査をし、説明治療を行いますので上から見た状態になります。そして、ここに大きな虫歯があります。そして、抜歯と言われた歯ですが、これを抜きたくないという患者さんの希望もありますので、これを抜かないで最大限努力する治療を行います。通常橋本歯科では他の歯科で治療してくれない、無理ですと言われた患者さんを主に対象にしています。そしてこの歯がどこまで治療できるか、どのようなことができるのかも説明いたします。抜歯は治療の放棄と考えていますので、抜く必要はないと考えています。最大限努力をすること、それが治療だと考えています。そして鏡で反転させ、審査をしていくと、ここに虫歯があり、歯が欠けていますが、これは歯肉になります。欠けたままのところに歯肉がこのように伸びてきているということです。そしてその下にも歯があり、そこも虫歯になっています。抜歯は治療の放棄と考えていますので、再現大限残す努力をいたします。そして顕微鏡で治療を行います。そして麻酔をしないで行います。親知らずを抜歯と言われた方でも抜歯したくない方、そのような方は橋本歯科にご相談に見えてはいかがでしょうか。今器具でこのように汚れ、食べかすをまず丁寧に除去していきます。いきなり削ることは しません。そして麻酔をしていませんので、痛いことを我慢するのではなく、痛いことをしないということです。その日本語の大きな違いに意味があると私は考えています。歯科の場合は抜歯と言われれば皆さん仕方ないと思う方もいますが、でも残したいという方もいます。その境目は痛いか痛くないかだと思います。今このように虫歯になって、このように汚れがたくさん、食べかすもありますが、痛みが現実ないということです。そしてどこまで救えるかということもお話しします。このような虫歯、皆さんもあるかもしれません。金属を詰めた方、取れてしまった方、このように残す努力を橋本歯科では行いますので、一度相談に見えてはいかがでしょうか。